小規模校や少人数学級は一人一人の児童生徒に対してきめ細かい指導が行いやすいなどの利点があります。その一方で多様な意見に触れる機会が少ない、コミュニケーション力を育成する機会が少ない、社会性を養う機会が少ないなど、さまざまな課題を抱えている場合も多くあります。こういった課題の解消に向け、近隣の学校同士をネットワークでつないで、両校の児童生徒が合同で学ぶ遠隔合同授業の取り組みが行われています。相手校の様子を映すカメラ、離れた場所同士で映像や音声のやり取りを行うための遠隔会議システムと、マイクやスピーカー、相手校や教員の様子、板書やデジタル教材などを相手校と共有する大型提示装置や、児童生徒用情報端末などが使用されています。3年間の実証授業を通じ、離れた学校の教室同士をつないで遠隔学習を行う実践を積み重ねてきました。教員が説明や発問をする学習場面です。板書を相手校にも移したり、両校で同じデジタル教材を表示したりして授業に必要な情報を共有します。ではどちらが大きいか、どうやれば確かめられるのか。相手校の教員からの発問に対して自校の児童生徒が発言するなど、同じ教室にいるように授業が進められています。言葉です。両校全体で発表や話し合いをする学習場面です。児童生徒が自分の考えを発表します。その様子はカメラで撮影されて相手校にも伝わります。エールと愛情です。僕の分まで頑張れという気持ちです。相手校の児童生徒に伝わるように分かりやすく説明しようとする姿勢が見られました。また授業を受ける人数が増えたことで、多様な意見や考えに触れることができました。共同学習用ツールを使って情報共有を行う学習場面です。両校の児童生徒用情報端末の画面を大型提示装置に一覧表示して、他の児童生徒の考えを比較したり、自分の情報端末の画面を大型提示装置に表示して考えを発表したりします。今の説明でまだちょっとわからなかったので教えてください。次にペアやグループで話し合う学習場面です。自分の情報端末を使って相手校の児童生徒と話し合い、考えを深めていきます。僕が別のやり方を説明してもいいですか。僕は頂点 A から C、 A 線を引いて、遠隔会議システムを通じて外国語指導助手 ALT による発音指導を行いました。複式学級では2セットの遠隔会議システムを使い、同学年同士をつないでそれぞれ遠隔合同授業を実施しました。ボマ症の人たちと継続症の人たちのが同じって分かった。教員が児童生徒を直接指導する時間が増えたことで、児童の主体的な学習を促す支援が可能になりました。また時間的な余裕が増えたことで、個別指導や主体的対話的な学習が充実しました。
これらの遠隔合同授業を経験した児童生徒たちからは、自分の考えが深まった、新しく学べることや発見があった、自分たちのクラスだけでは出てこないような意見を聞くことができた、といった少人数学級の課題解消につながるいずれの項目においても肯定的な回答が多いことが分かります。遠隔合同授業を通じて相手校の教員や児童生徒と交流することが自らの指導の参考になると考える教員の割合は 90% を超えています。また遠隔合同授業を実施したことで 45% だった中1ギャップの発生率が 6.3% にまで減少したと報告した地域もありました。社会教育における遠隔学習において、それぞれの地域の教育委員会と連携し、 ICT を活用して遠隔地間の社会教育施設などとつなぎました。学習機会の提供や若い担い手の養成・研修を行うことで、人口過小地域のコミュニティ機能や教育水準の維持向上を図りました。遠隔会議システムを使って配信した講座を、生徒が学習センターから貸与された情報端末を用いて自宅で受講する体制を整えました。同然地域の高校生と宮崎県の高校生をつないで、両地域に共通する課題の解決策について議論し合いました。社会人を対象にした人材育成に関する取り組みも行っています。地域の自然を題材にした遠隔講座では、水族館や博物館、大学などの複数の社会教育機関が小規模校や公民館などの施設に対して立ち点中継を行い、地元の自然を紹介しました。離島の住民が地域の特色や魅力を地域外の福岡市の水族館にリアルタイムに発信する取り組みも行われました。大型定時装置に移っている相手校の先生の呼びかけに対して答えている児童生徒の姿とか、マイクとスピーカーを介して相手校の児童生徒と話し合っている姿を見ていると、まるで一つの教室で学習しているかのようです。また相手校の児童が自分の考えを情報端末に表現してくれれば、こちらの大型定時装置や情報端末に提示されます。共同学習ツールのおかげで相手校の友達の考えも簡単に知ることができるようになりました。その結果、小規模校が抱えていたいくつかの課題が解決できました。例えば多様な考えに触れることができるようになりました。相手を意識して伝わるように端的に発表できるようになりました。形式的なやり取りではなく、知りたいことを納得いくまで質問したり、相手が理解してくれるまで熱心に語りかける、そんな場面も見られるようになりました。遠隔会議システムの運用上の注意点や、どのような場面で遠隔会議システムを接続したらよいかなど、遠隔合同授業の授業設計に関するヒントを得ることもできました。また短時間での打ち合わせ方やトラブルへの対処方法など、さまざまなノウハウが蓄積されました。遠隔学習は小規模校の課題を解決してくれるだけでなく、専門家と直接つなぐことができるなど、これまで不可能であったことを可能にしてくれます。遠隔学習の今後がとても楽しみです。小規模校や人口過小地域が抱える課題を ICT を活用した遠隔学習がどのように解決してくれるのか、
解決への期待は年々高まりを見せています。遠隔学習の基本的な考え方や環境整備の在り方、授業実践例や効果を高めるためのポイントなどのより具体的な詳細は遠隔学習導入ガイドブックにまとめられています。学校や教育委員会など教育関係者が遠隔学習に取り組む際にはぜひご活用ください。